大会役員、審判員、各チームの監督、コーチの皆さんは所定の位置に整列をお願いいたします。ご来賓の皆様も係員の誘導に従いましてご整列をお願いいたします。2015ホークスカップ中学硬式野球大会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。本大会の司会進行を務めていただくのは NHK 福岡県中学校放送コンテストにて優秀な成績を収められました福岡市立原北中学校放送部の生徒の皆様です。ただいまご紹介いただきました福岡市立原北中学校3年放送部鹿田あかりです。同じく柴田のぞみです。よろしくお願いいたします。ただいまより2015ホークスカップ中学硬式野球大会の閉会式並びに表彰式を行います。一同脱帽、礼、着帽、はじめに準優勝したチームの表彰を行います。2015ホークスカップ中学硬式野球大会準優勝はフレッシュリーグ所属佐賀フィールドナインです。見事準優勝に輝きました佐賀フィールドナインには NPO 法人ホークスジュニアアカデミーより賞状並びに準優勝カップが贈呈されます。チームの代表者2名は前へ進んでください。贈呈者は NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長、舘健二が行います。表彰状、準優勝、佐賀フィールドナイン殿。キーチームは、2015ホークスカップ中学硬式野球大会において、当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえ、ここに表彰します。平成27年8月9日 NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長舘健二。続きまして
優勝チームの表彰です。2015ホークスカップ中学硬式野球大会優勝はリトルシニア所属熊本大津リトルシニアです。見事本大会の優勝の栄冠に輝きました熊本大津リトルシニアには NPO 法人ホークスジュニアアカデミーより賞状並びに優勝カップが贈呈されます。チームの代表者2名は前へ進んでください。贈呈者は NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長舘健二が行います。表彰状優勝熊本大津リトルシニア殿。キーチームは2015ホークスカップ中学硬式野球大会において当初の成績を収めましたので、その栄誉をたたえここに表彰します。平成27年8月9日 NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長舘健二。続きまして、優勝しました熊本大津リトルシニアに金メダル、準優勝しました佐賀フィールドナインに銀メダルが、NPO 法人ホークスジュニアアカデミーより贈呈されます。金メダルの贈呈は、毎日新聞西部本社事業部長千々和仁が行います。銀メダルの贈呈はスポーツ日本新聞社西部総局長大岩正氏が行います。Yeah.
fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. それではこれより個人賞の表彰を行います。まず本大会でチームの好成績を陰で支え活躍しました選手に贈られますベストフォアザチーム賞の発表です。なおこの賞は2名の選手が受賞いたします。本大会のベストフォアザチーム賞の栄冠に輝いたのは熊本大津リトルシニア筑紫レオくん、そして佐賀フィールドナイン木塚裕太くんです。筑紫レオくん、木塚裕太くんは並んで前へ進んでください。見事本大会のベストフォアザチーム賞を受賞しました筑紫レオくんには賞状と副賞として Z 株式会社よりベースボールバッグが、木塚裕太くんには賞状と副賞としてアシックス九州販売株式会社よりベースボールバッグが贈呈されます。贈呈はアシックス九州販売株式会社様並びに Z 株式会社様は本日都合によりご欠席ですので、 NPO 法人ホークスジュニアアカデミー副理事長安住健二が贈呈いたします。表彰状、ベストフォーザチーム賞、熊本大津リトルシニア筑紫レオ殿、貴殿は2015ホークスカップ中学硬式野球大会において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえここに表彰します。平成27年8月9日 NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長田地健治代読。表彰状、ベストフォーダチーム賞、佐賀フィールドナイン木塚裕太殿、貴殿は2015ホークスカップ中学硬式野球大会において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえここに表彰をします。平成27年8月9日 NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長田地健治代読。続きまして、本大会で目立った活躍をしました選手に贈られます優秀選手賞の発表です。本大会の優秀選手賞の栄冠に輝きましたのは、佐賀フィールドナイン酒井大門くんです。
坂井大門君は前へ進んでください。主将としてチームをまとめ10打数4安打打率4割の成績です。見事優秀選手賞を受賞しました坂井大門君には賞状並びに副賞として株式会社久保田運動具店より公式バットが贈呈されます。贈呈は株式会社久保田運動具店様が都合によりご欠席ですので NPO 法人ホークスジュニアアカデミー事務局長福地常人が贈呈いたします。表彰状、優秀選手賞、坂井大門殿。貴殿は2015ホークスカップ中学硬式野球大会において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえここに表彰します。平成27年8月9日 NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長、舘健治、代読。続きまして、本大会で目立った活躍をしました打者に贈られます優秀打撃賞の発表です。本大会の優秀打撃賞の栄冠に輝きましたのは、熊本大津リトルシニア、渡辺陸君です。11打数8安打、7割2分7厘の成績です。渡辺陸君は前へ進んでください。見事優秀打撃賞を受賞しました渡辺陸君には賞状と副賞として株式会社 SSK より公式バットの目録が贈呈されます。贈呈は株式会社 SSK 様が都合によりご欠席ですので、ホークスカップ大会組織委員長岸本誠一が贈呈いたします。表彰状、優秀打撃賞、渡辺陸殿。貴殿は2015ホークスカップ中学硬式野球大会において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえここに表彰します。平成27年8月9日 NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長舘健治代読です。続きまして、本大会で目立った活躍をしました投手に贈られます優秀投手賞の発表です。本大会の優秀投手賞の栄冠に輝きましたのは、佐賀フィールドナイン、高橋圭吾君です。防御率 0.64 の成績です。高橋圭吾君は前へ進んでください。見事優秀投手賞を受賞しました高橋圭吾君には
賞状並びに副賞としてミズノ株式会社より公式グローブの目録が贈呈されます。贈呈はミズノ株式会社営業本部九州支社社長野中正則様にお願いいたします。表彰状優秀投手賞高橋慶吾殿、貴殿は2015ホークスカップ中学硬式野球大会において投手の成績を収められましたので、その栄誉をたてここに表彰します。平成27年8月9日 NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長立て検事代読です。おめでとうございます。最後に本大会で最も目立った活躍をしました選手に贈られます MVP 最優秀選手賞の発表です。本大会の最優秀選手賞の栄冠に輝きましたのは熊本大津リトルシニア武田裕太君です。防御率1.40、打率5割の成績です。武田裕太君は前へ進んでください。見事最優秀選手賞を受賞しました武田裕太君には賞状並びに副賞として株式会社デサントより公式グローブ、公式バット、トレーニングウェア、ベースボールリュックサックの目録が贈呈されます。贈呈は株式会社デサントアスレチックマーケティング部チームスポーツ課課長千住秀臣様にお願いいたします。表彰状最優秀選手賞武田裕太殿、貴殿は2015ホークスカップ中学硬式野球大会において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえここに表彰します。平成27年8月9日 NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長立木健二代読です。おめでとうございます。ザバスジャクタンクが贈られます。本大会の主催 NPO 法人ホークスジュニアアカデミーより皆様へご挨拶いたします。挨拶は NPO 法人ホークスジュニアアカデミー理事長立木健二が行います。まず熊本大津の選手諸君、悲願の優勝おめでとう。素晴らしいチームです。コツコツと1点を積み重ねるプレーで相手を根負けさせるような戦いぶりに感心しました。また昨年の決勝で大敗された時に投げた投手が主戦となって昨年の教訓を生かした
コントロール重視の投球も見応えがありました。改めて野球の素晴らしさを実感させてくれました。こういう素晴らしいチームを昨年に引き続きヤフオクドームに連れてきてくださったチーム関係者の皆様に御礼を申し上げます。ありがとうございました。佐賀フィールドナインの選手諸君、準優勝おめでとう。すごいチームです。ワンチャンスをビッグイニングにする集中打が印象的ですが、内外野の鍛えられた守備力にも強さを感じました。このようなすごいチームを作られた関係者の皆さんに敬意を表します。10回目を迎えた本大会でありましたが、沖縄県から参加した3チームのうち2チームがベスト4に勝ち残り、自由度の高いプレーで野球を楽しんでいる様子だったことや、大会初となる満塁本塁打を打ったり、沖縄の躍進に目を見張るものがありました。私どもホークスジュニアアカデミーは九州、沖縄、山口に根ざしたこの大会を引き続き開催してまいります。優勝した熊本大津の諸君には優勝者としての誇りと精神の矜持を持ってさらなる高い目標を掲げて前進していただきたい。惜しくも準優勝に終わった佐賀フィールドナインの諸君には再びチャレンジャーとしての気概と活力を呼び覚まし、頂点を目指して練習に励んでいただきたい。そして来年またここに帰ってきてほしい。次の日曜日16日の午後1時から1時間番組としてテレビ西日本さんから本大会の模様が放映されます。多くの野球ファンとともに皆さんにもぜひご覧いただきたい。視聴できないチームの皆様には後日 DVD にてご覧いただけるよう手配をしておりますのでお楽しみください。そして本大会をますます有意義な大会に成長させていただきたいと思うものであります。本大会の開催にあたりご協賛いただきました企業各社、開催にご尽力をいただきましたリーグ関係者、実施運営に携わっていただいた大会関係者の皆様には改めて御礼を申し上げて閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。ここで本日ご出席いただいておりますご来賓の皆様をご紹介させていただきます。ご来賓のすべての皆様からご挨拶をいただきたいところですが、時間の都合上ご紹介のみとさせていただきます。今大会の試合結果につきまして、紙面掲載のご協力並びにご講演をいただいております。毎日新聞西部本社事業部長千々和仁様、今大会の試合結果につきまして紙面掲載のご協力並びにご講演をいただいております、スポーツ日本新聞社西部総局長大岩正史様、今大会の個人表彰などにご協力いただいております株式会社デサント、アスレチックマーケティング部チームスポーツ課課長
千住秀臣様。大会使用球並びに個人表彰にご協力いただいております、水野株式会社営業本部九州支社支社長野中正則様、今大会各チームの栄養サポートとしてジャバスプロテインサンプルセットをご提供していただいております、株式会社明治九州支社栄養営業部営業一課係長水政隆様、以上ご来賓の皆様をご紹介させていただきました。ありがとうございました。本大会の総評を大会審判委員長久保照樹が行います。審判委員長を務めました久保です。優勝しました熊本大津リトルシニアチーム、優勝おめでとうございます。惜しくも準優勝になりました佐賀フィールドナインの選手の皆さん、準優勝おめでとうございます。本大会は昨年度は雨に打たれて、このヤフオクドームで2日間1日8試合という強行スケジュールでやりました。今年は天候にも恵まれまして暑い中、初日それぞれ別々の球場で試合をし、そして昨日と今日、このソフトバンクホークスの本拠地でありますヤフオクドームでゲームをできた、その喜びを今度は皆さんが自分たちの練習に生かして、夏休み残り20日間ほどあります、野球だけではなく勉強の方もしっかり頑張って、健康に注意して過ごしてください。終わります。大会旗の効能を行います。選手の皆さんは回れ右、脱帽、大会関係者ご観覧の皆様もご起立いただき、脱帽の上前方のバックスクリーンにご注目ください。ありがとうございました。選手の皆さんは回れ右、着帽、大会関係者
会場の皆様、お直りください。閉会宣言。ホークスカップ大会組織委員長、リトルシニア九州地区連盟副理事長、岸本誠一が行います。これをもちまして、2015ホークスカップ中学硬式野球大会のすべての行事を終了したことを宣言いたします。一同、脱帽。礼。着帽。ただいまから優勝・準優勝チームがダイヤモンドを行進します。会場の皆様は音楽に合わせて手拍子をお願いいたします。Thank you.
させていただきます。大会役員ご来賓の皆様は係員の誘導に従いましてご退場をお願いいたします。大会期間中は選手へのご声援ご協力をいただきまして誠にありがとうございました。お疲れのところ大変申し訳ありませんが、各チームの関係者の皆さんはスタンドの周りの清掃並びにゴミの持ち帰りのご協力をお願いいたします。皆様お疲れ様でした。お帰りの際はお忘れ物がございませんようお気をつけください。また来年もホークスカップでお会いしましょう。ありがとうございました。